鳥居山道と千里牛両たるみ神社は大阪府水田市たるみ町にある神社。式内社で旧社格は合社。現在は神社本庁に属さない単立神社。祭神は次の見柱。延長5年成立の演技式新明庁での祭神の記載は一座。演技式臨時祭では旧神祭場、明神祭場において一座とするが、八十等祭場においては二座とする。 垂水神社の社名の垂水とは崖から流れ落ちる水を意味する。地佐と丘陵南端に位置する境内は地形的に丘陵からの湧水が生じる場所で、当地を鎮雑とする垂水神は古くから水の神として信仰された。口述のように文献では新先生史録には垂水丘の水にまつわる当社の由書が記されるほか、国史等には朝廷から当社へ、 幾度も旧祈願の砲兵がなされた旨が記されている。近世の摂津名所図へ、摂津にも、当地の遊水に関する記述があり、特に摂津名所図へでは、冷戦として信仰された様子が記されている。また、樽海地域では、古代種族として、樽海市が居住し、樽海神社の祭祀にも関与したことが知られる。この樽海市について、新先生白空教皇別、 垂水金枝では、下表の新地命の光栄とし、その文中には、有馬公の時に、垂水公の姓を賜るとともに、垂水神社の祭祀を干渉したとする。現在の垂水神社で人格神とされる、豊木入彦の命は、この垂水市の演祖にあたる。一説として、この垂水市が関与する以前より、当社は水の神を祀る素朴な祠として鎮座していたが、垂水市の関与により、 人格神に、豊吉入彦の命が当てられたとも推測されている。なお、新先生史録では、左京校別に、同じく豊吉入彦の命を外する、垂水氏の記載も見える。近世の、説明書図絵では、当時の祭人は、豊吉入彦の命である旨とともに、別説として祭人は、 日立国薬師神社と同体で大名無知の命、少なびこなの命であるとする説も挙げており、現在の垂水神社ではこれらの三神とも、祭神としている。またとの信友は、神明朝皇賞土台において、日本初期、神宮古豪旗に見えるよさみお垂水を祭神とする、説を挙げる。創建は不詳。新先生四六教皇別、垂水金枝によると、 高徳天皇の時に、干抜のことがあったが、有馬皇が、垂水岡から皇といで天皇の宮まで水を通したので、その皇により有馬皇は、垂水皇の姓を賜り、また、垂水神社を干渉したという。新昇格直府省大道元年朝によれば、当時の、墨吉垂水神には、神戸として二十二個が当てられており、そのうち二個は、天平法治三年十二月二十九日府で。 摂津国から、一個は、天平神後元年9月7日府で、備中国から当てられていた。この記載で神明に、住吉を関することから、この頃には、住吉大社と深い関わりにあったと推測する説も、ある。国史では次のように旧方兵の記事が散見される。以上のほか、上は八年うるう月には、垂神に対して、十五位下君の助の記事が、 天安3年に1月には14位下への少女の記事が見える。延長5年成立の演儀式新名町では、摂津国と島軍に、タルミ神社名神大月寺にーナメとして、名神大社に列するとともに、朝廷の月時祭、ニーナメ祭りでは平白に預かる旨が記載されている。また、演劇式臨時祭では、安島震災、旧神祭、名神祭で平白を受ける。 神々のうちにみ神の記載が見える。平安時代中期の和名称に見える地名のうちでは、当地は豊島郡豊島里に否定される。保安元年の摂津国省税調案では、み神の神戸について、み神戸一煙外、80束と記されているほか、永満元年の神義官諸写年具注文や文字5年の、 春日車両たるみ西巻への木坂号電爆取り調、常時5年の春日車両たるみ西巻への木坂号内、東方目録町にもたるみ車に関する記載が認められる。中世紀の変遷については資料にほとんど記述が見えないためつまびらかでない。車伝では陛下により衰微したとする。江戸時代には天那3年に車伝再建のことがあった。明治維新後、明治5年に、 近代社格制度において後者に列し、明治40年2月に新鮮兵白領とも新神社に指定された。その後、昭和49年に現在に見る社殿が再建されている。境内社、境会社として次の神社が鎮座する。るみ神社で年間に行われる祭事は次の通り。所在地交通アクセス原点出店文献サイト。ありがとうございます。